で一番ヤバかったこと聞いてるんですけど、ここで探索。今日なんですけど、歌舞伎町の東横に最近住んでるんですよ。なので歌舞伎町の実態を調べていこうと思います。イエーイ。今日は今何してたんですか？歌舞伎来て暇だったから来たんですよ。可愛くて、まあ、頑張ったんで。酒が大好き。11時半とか11時よね、なんか早めに来て、あのなんでこんな時間なんだっつって、俺らこの結局とかっつって、もうこっすぐに来たから。でもみんな出て帰る。でもやっぱね、保護されるやつはね、分かってているから、次の日には戻ってくる。あ、戻ってこれるの？でも親に連絡して、大丈夫だよ、ママ。あ、私はこの時間よ、間違いない。でも、じゃあ最後になんか言いたいことありますか？言いたいことありますか？私はこの時間！焼き鳥食べてください。みんなにあげて。これさ、みんなでさ、あのさ、あの落ちちゃったところいいね、よくないね、君にとってどこなの。いいね、よくないね、一人でも飲むんだね。いいね、よくないね、二人の秘密だね。私だけ見てくれ。私ね、ピアス開いてるところに早くない？私可愛いんだよ。可愛いから世界を救えるんだよ。闇バイトとかもあるんですか？闇バイトもあるんじゃないですか？